かな。そんなに暑い時期じゃないから、あと肉とか買ってもいけると思うんだけど、カバンに入るかが問題だよね。ちょっと乗りたいがために遠回りをしております。なんかカメラの SD カードを多分私知らぬ間に少ないやつに変えてたみたいで、多分すぐ切れちゃうと思う。全然気づかなかった。しかもなんか音楽聴きながら走りたいなと思って、インカムを充電しようと思ったら、ちょっとインカムがタイプ C の充電器なんですけど、なんか SD じゃない、なんだっけ、 USB しかなくて、マイクロ USB か、タイプなんていうのかよくわかんないけど、なんか充電ができてません。なんかこの間ないなと思って買ったつもりが、多分買ったのも普通のマイクロ USB だったらしくて、はめられなかったので、また買わないといけないんだな。どこやっちゃったんだろう。付属で多分ついてくるのはどっかにあったと思ったんですけど、どこ行ったかの記憶もありません。でちょっとバイク乗るのも久々なので気をつけます。ちょっとね、止まるのが苦手すぎてリアブレーキ使わなきゃって思うんだけど、最終的にキュッてハンドルの方を握ってしまう癖があるので、あと白線のところで止まりたいのに手前すぎちゃうっていう、止まりたいところで止まれない。でもすごいいい天気で良かったです。ついてないから、なんかどっか行くときにナビしたいなと思っても、ちょっと充電が心配であんまりできないっていう、このだから USB もつけたいし、 ETC もついてないから ETC もつけたいし、ちょっといろいろ、やっぱり白線までたどり着けないな。どうしてだろう。ETC もつけたいけど、まず練習だよね、その前にね。どっちの道に行こうかな。風がやばい、めっちゃ風がすごい、めっちゃ煽られる、横風半端な。風速いくつかよくわかんないけど、とりあえずめっちゃ風。ブレーキだぜ。あ、白線で止まれた。よいしょ。よいしょ。また手疲れちゃうからね。やばい、久々に乗るとちょっと走るだけでもすごいなんか体が硬い。オッケー。ゴーゴー。
ないな。よくわかんないんだけど、とりあえずお店まで来たんだけど、風がすごすぎて、ちょっとなんか駐車場に置いてバイクを置いていくのすらも怖いレベルの風。こうやってやってるだけでめっちゃ倒されそうくらいの風なので、帰ろっていうことで、お家に帰ってグラチェロ乗り換えます。買い物どころじゃないぐらい風。よし、気をつけて帰ろうっと。よいしょよいしょ。なんか髪の毛がさ邪魔だよ。オッケー。カメラも多分容量が少なすぎるからなのかな、なんか設定がうまくいかない。これもどっち撮れてるかもよく分かってない。駐車場から出るのが苦手なんだよな。トゥ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 イ。よいしょ、ウインカー出して、どこまで行けばいいのかな。もうちょっと進む。ウエッツこういうちょこちょこ進みするから悪いんだよな。見えないし。信号待ちで止まってくれる？全然見えないんだよね。着るべきだったな。あったかいかなと思ってさ、日差しがあったかいからいいと思ったけど、やっぱり風が寒い。バクブルバクブル。止まるの？止まらないの？どっちなの？すごいガクブルしてくるぐらい寒くなってきた。ちょっと舐めとったな。ここまで風がすごいとは思わんかった。止まらないね。うえい。あ、風がさっきより良くなった。寒いよね。立ってるだけで寒いよね。よいしょ。ガクガク。ハイネックにしたんだけどな。いやでもインカムの充電がないのは結構寂しい。一人だとね、ね、音楽聴きたいよね。なんかテンション上がるしね、音楽聴くと。見てても自分じゃわからないけど、しっかり喋ってるつもりだけど、やっぱりとろくさいんだよね。
ゆっくりって言われる。改めて自分で聞くと、え、こんな声してたのとか、え、こんなに泥臭いの私って。まあ行動が泥臭いのは自覚はあるけど、喋り方もなんか本当にそう、こうやって止めちゃうの。考えてるのか、考えてるから止まるのか。でもよく考えずに発言するよねって言われるのは、なんだろうな、なんかよくわかんないけど、もうちょっとハキハキペラペラ喋れるように頑張りたいと思います。とね、あんまりトークが得意ではない、知識もないし、喋りも上手くないし、ゆっくりだし、早口言葉練習しようかな。そういう問題じゃないのかな、脳みその問題かな。脳トレか、脳トレしよう。いっぱい喋れるようになろう。止まります、ご注意ください。止まりたくありませんけど止まります。やだ、青信号だよ。無理だよね、止まるよね。そうだよね、止まったよね。そうそう、このヘルメットのシールドめっちゃ見やすいです。前変えて、普通のやつからなんか海外から取り寄せたよくわかんないやつなんだけど、適合が違うのかどうかよくわかんないんだけど、ハマったからいけんのかな、ちょっとあんまりよくわからんけど、すごいね、色も暗くならないし、なんとなくちょっと光るかなぐらいで、全然もう本当にいい感じ。夜はちょっとどうかわかりませんけど、でも昼間こんだけ明るいからな、全然なんかつけてる感ない。あー、それ言ったら嘘か、うん、嘘じゃないけど、なんかあー暗いなとか、あーなんか天気悪く見えるなとか、そういうのは全然ない。いいお天気だなってわかるし、あと中にピンロックシールド、シールドつけたもんで、まあ今の時期だからなのか、全然曇らず綺麗に視界良好です。どうもバイクの方、風すごくないですか。私は風がすごいと思います。全然平気ですか。私が下手だから風が強くて平気じゃないんですか。ちょっと私薄着すぎましたよね、寒いよね。止まるの？もう止まりたくないよ。お願い、進んで。よしよし、いけいけ、ゴーゴー。また止まるのかな。よいしょ。あ、止まると日差しがあったかいな。するし、信号変わりそうかな。あったかい、日差しめっちゃあったかい。日向ぼっこしよう、帰ったら。今回の反省点、薄着だった、インカム充電してなかった、あとカメラの設定よく分かってない、あと SD カードの準備もちゃんとしてなかった。まあそんなもんですね。いつだって完璧じゃない。やだ、また止まるの。さあ、一本橋ってやったけど前に、ダメだね、ゆっくり走れないし、徐行が苦手だし。いや別にスピードは出せないけど、はい、また止まる。
ち？右か。よくわかんないけど、すごい風。でもさ、この佐々木なんだっけ、この佐々木？ススキは全然だよ。全然フラフラしてないよ。はい、そんなわけで結局車に乗り換えてお買い物に行っております。ちょっとバイク乗ってる時はもうすっごい寒くて、はやばいと思ったけど、そうでちょっと温まろうとか思ったけど、車に乗ったら暑い。今度はめちゃくちゃ暑い。あ、窓開ければいいのか。あ、クーラーすればいいのか。あ、いい風。鳥がチュンチュン寄っていい風です。ちょっとね、バイクに乗るには薄着すぎた、そして風が強すぎた。まあ、車ならちょうどいいお天気からのちょっと暑い。そんなこんなですごい時間を押してるから、今日これからお買い物に行って買ってお料理できるんだろうかね。とりあえず卵は、あ、そう、卵はない、買わなきゃいけない。あと粉もない。生クリームとイチゴと、そんなもんかな。そう、一回で済ませたいからね。いつも何回も、あ、車足りない行かなきゃ、あ、車足りない行かなきゃっていつもやってるから、一回で済ませれるように買い物行ってっていう今日の一日でございます。急いでお買い物行って、急いで作って、今日やりたいこと、あ、でも洗車もしたかったんだよな。でも無理、もうこんな時間だから洗車はもうできないから、洗車はまた今度。ではお買い物してお家に帰って頑張っていろいろ作りたいと思います。では今日はこの辺で、チャンネル登録もいいねもお願いします。いつもこんなくだったと思うんですけど、よろしくお願いします。